こんにちは、あやチャンネルのまみーです。今日はですね、子供たちをね、トリミングしますね。パパミングです。ダディミングですね。ザ・ナンバーワン、トップバッターはダイヤくんです。今ね、ちょっとダイヤくんボサボサなのでね、すっきりすっきりね、夏らしくね、してもらいます。さあ、一匹だけがねはいはい、一匹だけがね、こんな感じ、こう連れていくとね、もうみんなね、大騒ぎなの。大丈夫よ、あんたたちトリミング嫌でしょもうね、やっぱりこう5匹でワンセットなもんだから、こう1匹だけでもね、こうちょっと違う場所に行ったりするともうダメなんだよね。みんななんかもうどうしようどうしようどうしようみたいな感じで。どれどれ、あ、だいぶだいぶ進んでますね。体はすっきりしましたね。まだお顔はちょっとライオンさんみたいです。ダイヤくんのマミー助けての目が突き刺さる。お、ダイヤくんだいぶ変わりましたね。あと顎のとこだけ絶対なくなったら終わりです。そうだね、ちょっとまだ顎の下がいっぱいあるもんね。はい、次はね、ナイトくんです。ナイトくんはね、一番大変なんだよね。こうトリミングサロンに行っても、ちょっともうあまりにも暴れて、ここまでしかできませんでしたって言われるぐらい大変なんです。でも今のところおとなしいですね。さあ、ナイトさん頑張ってくださいね。さあ、ダイヤくんね、カットが終わって今体を、すりつけておりますもうね、あ、外行っちゃった。もうね、こんなね、短いとね、自然乾燥で全然大丈夫なんですね。さあ、ダイヤくんは気になるカメレの方に、行きましたね。さあ、ナイトくんどうかな。終わったよ。あ、終わった。だいぶ、あ、でもハサミでだいぶ綺麗に切ってもらえたね。もうね、ナイトくんは本当大変でね、暴れて暴れて、バリカンの音がね、怖くて怖くてね、大変だったんだよね。マミも途中で入ってね、一緒に押さえてね、やったんだけど、よかったね、おやつももらった。ナイトくん、ちょっと首が、首切らんとかね。ね、ハサミだとなんとかできる。はい、次はね、アクアさんです。アクアさんはね、ダディ曰く一番やりやすいそうです。はい、ナイトくん終わった、よかったね。あ、もう大騒ぎ大騒ぎ。はい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 、これはもう絶対なんかおやつを待っとるね。ちょっと待ってね、ナイトくん待ってね。わかったわかったわかった、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。はい、じゃあナイトくんにもね、この豚耳をあげます。ナイトだよ、ナイト。はい、ナイト。はい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 。あ、ナイトくん頑張ったもんね、お疲れ様。ナイトくん頑張った頑張ったね。え、暴れて暴れて大変だったけど、頑張った頑張った。のえちゃんもカット終わったらね、さっきダイヤくんは食べたでしょ。だいぶ体が出来上がりましたね。ありましたね。ありがとうさんだね。
アクアは寝るときおむつするから、あのお腹バリカンしっかりお願いします。じゃあこれからね、ナイト君のね爪切っていきます。ナイト君、ナイト君動かない、これ動かない、動かない、動いたらできないじゃん、ナイト、ナイト君めっちゃ爪長いね、切っても切ってもナイト、ダメ、やめて、ちょっと動いたらマミも怖いじゃん、マミも怖いっつうねん、マミも怖いの、動いたら怖いんだ、あ、そんな怒らないよ、あ、ダイヤくんやめて、ダイヤくんやめて、わかったわかったわかった、痛い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 、わかった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 、ダイヤくん見てないで、ナイト君怒るから、さあだいぶ終わって、最後の顎の下かな、いやだいやだった、顎の下やだね、いやだいやだった、よいしょ、もうちょっとね、頑張って、よいしょ、頑張って、よいしょ、頑張って、よいしょ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 、頑張れ、よいしょ、頑張れ、いやここ反対向き生えてるな、はい、さあどうだ、はい、これ頭の上は長くないの、このボサボサになってる部分、これ長くないよ、はい、こういう、こういうの、おそらくこれ見て、どう、これ耳のとこいい、こんな、うん、はい、お疲れ様、はい、できたよ、はい、次はね、ジュエルさんです、ジュエルさん、ちょっと困った顔してるのかな、ジュエちゃん頑張ってね、ちょっと震えてますね、でもジュエちゃん結構ボサボサです、お疲れ様でした、頑張ったね、お利口さんね、おとなしいね、ナイトさんとは全然違いますね、うん、眠いのか、ジュエちゃん、ジュエちゃん寝ちゃうんだよね、ハサミの音でバリカンでは起きちゃうんだけどね、ハサミでチョキチョキが気持ち、あの心地いい音なのかね、眠くなってくるね、頑張ってね、ジュエちゃんね、またマミ後から来るね、さあジュエちゃん最後の仕上げかな、なんかちょっと引っかかる感じですね、小玉が小さい小玉が、あノエル、ずいぶん少しの時間の間にいっぱい毛が落ちておりますね、すっきりしようね、夏だからね、のえちゃん暑いからね、うん、頑張ってね、のえちゃん、さあ、あーでもだいぶなんか、あ、なんかこういつもさ、足がさ短く、こう短くじゃないや、あの細くなってるけどさ、こう今足がそのまま太いじゃん、なんかコッカーみたいな感じだよね。
こう後ろこういう感じ、うん、こう後ろはいつもこんな感じじゃん。だけどこう前がコブだとさ、コッカーって結構足がこんな感じでカットされるじゃん。けど1ミリでやってないんだよ。あ、そうなんだ。震えとるね、ノエちゃん。頑張れ頑張れ、小さくなっておいでね。あら、ノエさん可愛くなりましたね。顎の下だけ。そうだね、顎の下。はい、みんなね、これでね5匹ね、トリミングが終わりました。今最後のね、おやつをみんな食べております。それぞれみんなねおやつをね食べております。後ろ向いてるから見えないな、おやつが。ジェイちゃんおいしい？食べてる？食べてる？早く狙っちゃダメですよ。ぬーちゃんはね、ちょっとまだね、乾かさんといかんけどね。あやチャンネルは元保護犬たちとの日々の様子をお届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。Thank you for watching! See you again! Bye!